ば調子がいいよ、外してみせる、やめてくれ。買ってやった金のネックレス、シワの中35万、自慢のカツラ後ろ前だよ。ファンデーション3日でなくなるほど塗って、どこへ行く、デモに行くのさ、年金あげろ。サンバサンバ、これからサンバ、サンバサンバ、これからサンバ、サンバ。俺の苦労わかるかな、わかんねえだろうな。千歳と歩きたい千住、どうですか、歩いてますか。今日はね、早めに喫茶店に寄ったんです。目の前がもう学生さんがダーッと歩いてるの、こんなに新宿じゃないんだから。大丈夫、ナンパしなかった、ナンパどこじゃねえか。おっかない人ばっかりだもんね。おっかない学生さんですよ、もうね、学生さんがここもの旅行ね、いっぱい歩くの。いやー、これは銀座通りじゃなくて新宿通りからと思ったぐらいで、すごいですよね。この間何かのニュースでね、はい、都心の中でおすすめの、今狙い目の街、狙い目の北千住入ってました。あ、北千住入ってんの、今若向きだもんね、この舞台はね。多いですね、なんか昔はなんか結構ご老人の街って感じが、北千住はね、でも今なんか若者ばっかりで、そうそう、昔はね、北千住がちょっと行くとね、南千住があったりね、そこにからのいろいろあのほら、なんていうの、浅草にいると間に、な、不老者って言ったら失礼ですけど、そういう人たちが泊まる部屋があったんですよ、ホテルが。今そこみんな外人が来てるから。なんかね、正直あまりこの街っていいイメージ私の中ではなかったんですけど、今もう1年ちょっと通って、そうですよ、って思ったんですけど、すごいなんかね、いい感じの街ですよ ね、まあ、ね、便利だし、そうそうそう、北口はね、ね、人もいっぱいいて明るいし、そうそう、学生さんが多いっていうのがやっぱり意味 ね、若向きの、あの北千住になったね、なんか若さがある街になりましたね、そうそうそう、はい、学生さんが多いっていうことはね、そういうことですよ。だからお店もその学生さんに合うようなお店がだんだん、ね、増えてきますね、増えてこなきゃおかしいですよね、昔のまんまじゃ、昔の のおばあさんとおじいさんのねあの服を飾ってるようじゃダメですよね、ぶら下げてるようにね、あれあんなの多いんだもんだって、下駄でもなんでもね、あれまずいないな、じゃあ今度は自己紹介していいですか。あ、自己紹介やるね、今も、今もって初めて見てる人いるかもしれないじゃないですか。本当ですか。どなたじゃあなたは。じゃあ私からいきますね、そうそう、はい、波動鑑定士の徳川美希です、よろしくお願いします。徳川美希と言います、よろしくお願いします。お次の方どうぞ。はい、流しの次郎こと岡島次郎です、よろしくお願いします。はい、次郎ちゃん、よろしくお願いします。次郎ちゃんね、はい、次郎ちゃんです。爽やか久美子と、お、藤沢久美子です、よろしくお願いします。藤沢久美子さんです。いつもはい、いつも元気な内川ひろみです。はい、ひろみ、よろしくお願いします。今日このメンバーでいきます。はい、わかるかな、わかんねえだろうな、のいつもの千歳です、隅に置いてちょうだい。師匠、今日師匠の日なんだって。あ、なんでよ今日。 そんなにいい日あったかな、ね、僕の日、はいはい、どんな日。競馬の日です今日。おら、クミちゃん競馬の日だよ。クミちゃん、師匠のために調べてきたんです。あら、ありがとうございます。なんていう日だ今日は。ねえ、あの、語呂合わせは分かんないんですけど、昭和29年に農林省が、あの競馬の健全な発展と、その農産物の、もっとこの流通するとか生産をするとかっていうことを奨励した日なんですって。じゃあその農産業で結局働いてる馬の
馬を大切にしようという日になったのね。あの、競馬の健全な発展ですから、それで、うん、それで馬の遊んでるの、はい、競馬を奨励してるんですよね。あ、競馬を奨励した日なんだ。あ、それだからあの天皇賞とかさ、はい、NHK 賞とか放送局の名前が載ってるんだね。あのね、 JRA さんにちょっと言いたいことがあるんですけど、ね、JRA だよ、JRA でしょ、うん、そうそう、競馬は、うん、あの関係者の人見てたら、うん、ぜひちょっと頭の片隅に入れてもらいたいんですけど、うん、買い方が難しい、分かんないんですよ、難しすぎちゃって。そうですね、昔簡単だったじゃないですか。いや、分かんないです、分かんない。今はね、難しいのいっぱいあって、なんかそう、今昔はね、うん、一着くれば当たり、うん、それ一着で副賞とかその単賞ってあった、あと二等が入ると二連単とか、うん、そういうの副賞とかあるの。今5等3等4等ってあるでしょ。いっぱいあって書き方も難しいんですよ。だからそれでなんかね、今登録してそういう難しい馬を、競馬を買うと、うん、この間なんか13日に3億9000万の馬券がね、一人で当たる、一人で当たるんだよ。だから競馬もね、ある程度勉強すると確かにみんな当たるか分かんない。当たったらすごいね、みんな。どうします？いいね。ヒロミンがね、どうしますって泣いてるよ。なんでお前が泣かなきゃ。買った人だけが夢見る権利持ってたから。そうね、うん、買わなきゃ見れないんだ。そ、師匠の場合は人生を当てに行った方がいいよ。もう一回。わかりました。はい、じゃあ今日の1曲目。勉強になりました。1曲目、はい、行きましょう。はい、祭り歌、岡島次郎さんです。どうぞ。次郎ちゃんの歌です。よっしゃー。せいやハチマキ羽を着せて火の元一の出汁を引く毒を担いで花と咲く神にもらったこの命祭りだ祭りだ祭りだよ祭りは日本の宝物音が走る女が跳ねる花の列と駆け抜ける春夏秋冬ラセラ祭り歌や、いや、いい歌ですね。いい歌だね。師匠これからもうオープニングこの曲いこうか。そうですね、オープニング曲、はい、交代交代。じゃあ私休みます。師匠今日ゲスト、今日ゲストはね、うん、あの夏美ちゃんです。あの似顔絵の、はい、そう、絵のうまいね、支度してください。なつみちゃんです。いらっしゃいました。今日もね、本当によろしくお願いいたします。なっちゃん待ってたぞ。ねえ、ま、うん、っちゃん待ってたって。次郎さんが、次郎さんの前絵描いたから ね、そうなんですよ。男前描いてなっちゃん、ありがとうね。喜んでもらえて嬉しいです。もう非常に喜んでますので。ね、はい、ねえ、お、今日はね、ね、夏美さんってなんでこう目指そうと思ったの？あの小さい頃から絵を描くのが好きで、うん、それをやっぱり生かした職業に就きたいなって思って。やっぱね、好きを職業にするね。職業っていいの？いい、好きを職業にする。あれ、すごくいいキャッチーだね。キャッチコピー。じゃあ、と今日は どなたから描こうかな。あの、じゃあ藤沢さんを描かせて。藤沢さん、おー、くみちゃん、よかったね。はい、こういう、藤沢さん、こちらへ来てください。はい、今入ります。藤沢さんの顔はどういう顔ですか？
どういう顔、綺麗な顔だと思います。そういう質問ダメよ。まさかそういう質問ないよね。なんて言えかわかんないもんね。汚い顔って言ったから。ダメダメダメ。じゃちょっとボタン変わりますから、ね、放送禁止用語になってくるからだ。はい、はい、よろしくお願いします。ね、あの前回とっても素敵に師匠と、うん、それからね二郎さん書いてくださったんですけど、よろしくお願いします。ちょっと怖いんですけど、初めてもう、はい、ちょっと震えてます。皆さん初めはそうおっしゃいますけど、うん、書いてあとはみんな喜んでくれて、私も嬉しいです、はい、じゃあやっぱりあの実物よりもよく書いてくださるから喜んでるわけですね。そうです。夏美さん圧力に負けないで自分が書いてね。いいいいじゃあよろしくお願いします。普通に書いていいのよ。初めてですか、これ。初めてですね、本当にすごいよね、現場で書いてね、そうですね。感覚的にちょっとひまわりのなんかこう音楽かなんかかけていただいてもいいですか、ね、あらそうするとまたねもっと美しくなってしまうかなと思って。もう十分ですよ、ね、怖いわって。怖いです、もっと自分が怖くなっちゃいますね。そうですね、ひまわりじゃないよ。夜回り警官になってしまう。おまわりさんになってしまいますね。おまわりさんね。そうですね。おまわり虫が入ってちゃった。おまわりさんね。実は私全く絵が描けないんですよ。絵描けない。人生描くのうまいじゃん。絵もう全然描かないんですけど、なんでも。だからすごい尊敬しちゃいますね。スラスラと絵を描いてくださってます、ね、これはもうね、感性なんですね。そうですね。才能の。だからそういう感性が全くないんですよね。ああすごいですね、はい、あじゃあ小さい頃からも描いていらっしゃるんですか。保育園の時から、うん、昔からなんか気づいたら描いてて、気づいたら描いてた。でもご両親が ねそうやって、そうですね、師匠なんか気づいたら背中かいてもよく恥はかくんですけどね。あら、ね、はもう年中恥かいてるんですけど、ね、汗かくとか恥かくとかよく言いますよ ねだんだんみんな喋るの本当ですね。すごいですね。いいと思うよ。あ素晴らしいです、ね。もっと前の方がいいですかね。なっちゃん見たままでいいんだからね。何しろ控えめなものですから、もう本当に目が悪いんですか。もう終わりました。素晴らしい。やっぱり圧力に負けないで、実物と同じですね。かけました。ありがとうございます。わあ素敵です、本当に ありがとうございました。そうね、サイン入れてもらった方がいいね。ありがとうございます。じゃあ握手をして、サイン入ってる、入ってます、入ってます、うん、ね、ありがとうございました。後で日にち入れていただいてもらって、それではなっちゃんもう一人書きましょう。とっかさん、お、はい、私どうぞ。とっかさんこっち来てください。一番うる、あのね、若いんだけどね、もっと若く描けって言ってんだよね。そんなにそんなに花が咲きたいのかって聞きたくて。私こういうの描いてもらったことないんですよ。羨ましいですね。綺麗にね。なっちゃん、それなりでいいんだからね。ほら、ちょっと今あれじゃないですか。若く書いてね。若く綺麗に。そうそうそう。なっちゃん震えてないか。震えてる。ね。顔色が悪くなってきましたよね。結構これからの人生かかってると思うよ。ちょいちょいこうプレッシャーかけてくる。なっちゃん、顔色がちょっと悪くなったぞ。大丈夫か。深呼吸して。でもね、夏美さん平成6年生まれなんですね。実は。平成6年ですよ。平成6年。ね、素晴らしい才能ですよね。もうね、私と90歳違うな。なんかもう平成6年って言うと体がなんかこう震え出すんだけど、どういうことこれ。だって師匠何歳さん？師匠だって大正6年だから。あ、そうか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 。大したことない。火越えて起こしてる時代あれ大変なんだ、火起こすの。
手に火がついた、あ、ついたんだと分かるぐらいえ、これ見ちゃっていいのかな、私見ない方がいい。あ、見てましたよ、ずっと私。本当？見る、うん、おお、トカちゃんの顔ね、立体的、なんか 満足したような、夏美ちゃん、綺麗に描いてね、うん、なっちゃん無理してないか、大丈夫か、無理しなくていいからね死のまま描いてあげなこうやってなんかこう立って描いてもらうって緊張しますね。そうですよね、うん、違う緊張感が、はい、客観的にね、うん、見られる、自分が見られる、ね、あ、そうですよね。私師匠だったらね、うまく描けると思うよ。あ、そうですか、うん、僕は早いからね、うん、そうそうそう、自分には描いちゃった。メガネぐる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 、頭ぐるぐるで終わりだから、頭ぐるぐるメガネとぐるぐる頭、そうそうそう、あとポポとね、描けました。本当、はい、本当に、ね、うわすごいね。ありがとう、いや、私ちょっと夏美ちゃんこれから応援する。素晴らしい、頑張って若く描きましたね。え、どういうことそれ、10歳ぐらい若く、うん、だってお花付きよ、お花付き、ね、両方に拍手しちゃうよ、本当 ね、本当ね、いやいや、すごい、ありがとう。いや、これモデルさんもいいし、うん、もいい、これじゃあ私ツイッターにあげる、はい、ありがとうございます。え、これいただけるの？いただきます。あ、もらってくれるんですか？あ、本当、うんうん。あとで日にちじゃあちょっと書き加えていただいて、ツイッターで。あ、素晴らしいね。後日ありがとうございます。はい。わあ、嬉しい。よかったね。ね、ありがとうございます。よかった、圧力かけてきた。うん。じゃあ今度書いてもらおうね。ねえ、はい、ね、ね。いや、素晴らしい。はい。うん。いや、なんか全然空気感が違う感じですね。似顔絵をね、うん、このテレビでも似顔絵変えてもらいたいなと思いましたらね、うん、またお電話などください、お願いしますね、うん、スタジオにね、ね、これからね、本当にいただければどんどん書きます、うん、全国行ってね、書きますようにね、うん、勉強しますからよろしくお願いします。もう依頼が来たら全国行っちゃうって感じ。行っちゃう、あ、行ければ行きたいですね。え、うん、最終的な夏美さんの目標って、はい、とりあえず今の目標ってどういう感じ？今の目標ですか、うん、今の目標、特別なすごい大きな目標っていうのはないんですけど、うん、その今は目標持とうよ。だって怖いじゃないですか。怖くないよ偉そうじゃないですか、ね、目標持つこと大事よ、うん、はい、ね、夢を持つこと、ね、うん、今はなんか、うん、周りの人書いて喜んでもらえたらすごく嬉しいなって感じで、うん、自分の絵を通じていろんな人がもっと喜んでくれたらなっていう。だってあれでしょ、あの、あれでもっと時間があったら色とかが入ってくるでしょ。あ、そうですね、あの、販売もしてますので、あの、友達なんかから依頼受けて、あの、なんかこの間恋人同士の絵描いてほしいって言って、色紙に描いてカラーリングして、はい、あとほらこういうのって結婚式場とかね、はい、あ、そうですね、入り口とかに、ね、ね、ね、そういう時に行ってね、はい、わかりました、じゃあね、はい、それ描けるんだ。描けます、うん、今みたいに すぐ描くっていうんじゃないんですけど、うん、ちょっと時間かかっちゃうんですけど、ね、まあ、色とか入ってるとかね、はい、でも普段舞台でももしもカラーをつけてたら時間はちょっと伸びても描けるわけだね。そうですね、あの、いいですね、それじゃね、分かりました、ありがとうございました。この番組でね、今度なっちゃんも専属になって少し絵を勉強しながら皆さんの顔を描いていただきたいと思います、うん、よろしくお願いします。さあ、じゃあ間髪入れずにもういきなりいっちゃいます、次の曲、はい、藤沢久美子さんで江戸川風物語です、どうぞ。イエーイ、ありがとう。穏やかな風、夕暮れにそっと流れている。無邪気な子供たち飛び回る泥んこ眩しいね。
絵で盛り上がっちゃってみんな。そうね。なんか久美子さんなんか最近またアグレッシブにいろんな活動が。そうですね。はい、はい、秋色の風に乗せて愛を歌う。10月の25日なんですが、うん、あの単独 の、うん、あのライブを。ライブをすごいよね。愛歌っちゃうの。愛を歌っちゃうんです。いろんな愛ありますよね。そうですね、愛ね。そのいろんな愛を歌ったいなと思っています。20曲ぐらい歌う予定なんですね。2時間ぐらいありますので。あ、2時間で20曲、すごいね。それは歌い、ね、まだあの選曲してないんですけど、はいはい、本当にそのいろんな。じゃあぜひその中にですね、あの祭り歌とか。祭り歌、それから津軽は俺のふるさととか。今ね絶対に言うと思った。入れるように努力はいたします。なんかこうやっぱ皆さんからのリクエスト曲とかをやっぱり入れたりするんですか。皆さんのリクエスト曲みたいなのを入れてそうですね。リクエスト曲とか、あの懐かしかった歌とか、それからあの、ま、今習ってる歌とか、いろんな歌を入れたいなって思ってます。あとこれから3番もあるし。あ、そうですね、3で6分、いろんな歌ありますので、時間があったら入れたいと思ってます。そうですね。これから3番これから覚えます。多分ね体に染み付いてると思うから歌えると思うよ。そうですね、練習しなくてももう覚えてるかもしれない。カラビナも入ってますので。久美子さん結構ボランティアでね、あのいろんな老人ホームとかね。そうですね、一昨日もね、あのボランティア活動してるんですよ。特用歌ってるんですよ。歌を届けに行ってるんですよ。わー、偉い。はい、いや、東川さんことはよかったね。いよいよ歌を届けに行ってるんだぞ。お届けに、すごい、嬉しいです。でもこの2時間も歌えるようになったとかすごいことだよね。ありがとうございます。短い時間で、与えられた時間ですから、精一杯歌いたいなと思ってるんですけど。でもね、久美子さん一番進化があるんじゃないですか。一番変わった見た目も、ね、そう、見た目も垢抜けてきてるし、お話もやっぱりすごい。そうそうそう、あまりにも、あの、はい、あまりにも変わってね。はい、変わりましたよね。いかに明るく元気に、はい、ひどかったかというのが、ね、第1回目の放送を見ていただければ分かると思います。皆さん見ないでください。ずいぶん若く変わらない。何を言ってんだよ。、はい、よろしくお願いいたします。ね、頑張ってね。はい、じゃあ藤沢久美子さんの2曲目です。ひまわりです。聞いてください。どうぞ。なんか違う感覚で聞けるな。なんだろうね。なんでしょうね。
新鮮だね、何か新鮮な感覚がなんか若干そうそう、あ、ここに若さがあるからここにいたのかな、ここにあったんだね、そう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 、ここにあったんだよかったね、なっちゃんそうね、これからニックネームなっちゃんだね、なっちゃんだね、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。そしてひろみん、はい、ひろみんさん、内川ひろみさん、はい、どうですか、最近忙しいね、ね、曲リリースして、そうですね、はい、はい、昨日もちょっと、うん、キャンペーンが、うん、みたいな感じで歌わせて、ね、キャンペーンがあるやっちゃったっていうか、いろんな場所をまず確保しに今歩いてる段階、どこ行ったの昨日は。昨日は草加に行ってきました。あれ、うちの通ってたで草加、あ、そうなんですか、草加、竹の塚、絶対サッカーとか言う、あ、遠かったですね、安川と、あ、そうですか、はい、いろんなところを開拓させていただいて、偉いね、なかなと、でその後またキャンペーンをやっていただけることになりました。少しずつ地味にですけど頑張ってます。頑張ってますね、はい、やっぱりね、私思うんですけどね、うん、チャンスとか、はい、こう開拓っていうのは待っててもないのよ。そうですね、自分で行かないとなんですね、自分が何か一歩前へ出て初めて何かが動き出すっていう原理をやっぱり、ね、はい、動くか動かないかはその後の判断だから、まず先に何か自分から動かなきゃダメだなって、そうなんですよね、やっと気がつきました素晴らしい、やっと、ね、はい、それでいいんだよね、はい、人生ってね、長いからね、ヒロミってなんかとってもすごいいい感性持ってて明るくていいんですけど、うん、そうそう、なんかこう臆病なとこありますよね。あ、そうですね、はい、みんなに言われますけど、はい、うん、これ1年後どういう風に変化するんでしょうか、乗っ取ってるかもしれないし、ね、でこの番組乗っ取られてる可能性ありますよ。この番組だって喋りが上手くなったもん、はい、ね、競馬番組とか作ったり、競馬番組やりたい、まさか昨日競馬行ったんじゃないのね、わかりました、運転してます、すごいね、でもね、ヒロミンの歌、はい、どんな歌、今日は小石屋津軽聴いていただきます。はい、ぜひ聴いてください。生まれて、はい、羨ましいな、ね、本当にね、こんなにいないよ、ね、めったにないですよ、 なんて言えばいいのかわからなくなってきちゃった3人はいい曲持ってね、本当に恵まれてますよ、3人はね、俺たち3人はどうなってちょっと待って、俺たち3人誰が入ってるなっちゃう、なっちゃんごめんね、こっちは3人だけど、こっち3人なんだよ、はい、ヒロミン、今のこの歌でも相当評判良かったでしょ、いいですよ、これ、はい、おかげさまで今までにない、ね、感じだったので、ね、はい、このういういしさが、うん、よく言えばういういしさ、自分の言うのにも、ね、なんだけどね、ういういしさが、自分で言うも解説がいいよね、違う下手さ加減って言えばいいのか、うん、なかなか言いにくいけどね、ういういしさがいいんだね、
だって初級だもんまだ。自分で発表してしまったことが大したことない。でも初級の割には次の曲はもう完全にもうプロ級な、なんかありがとうございます。すごい結構いい曲。あ、そう、はい、どんな曲？いっちゃいます。女心。いっちゃいましょう。はい、うん、女心の曲ですよね。そうです、はい、はい、では行きます、うん、はい、内川ひろみさんで羽田発最終便です。ほらまあ、悲しみ振り切るように翼を震わせ離陸した羽田発最終便で帰るふるさと今でも雪景色さよならあなた、あなたさよなら過去を凍らせて待ちます遅い春。では次は、はい、ジロちゃんコーナー。待ってました、はい、お待たせしてすいませんでした。いや本当に2週間もお待たせしちゃった。もう忙しくてね、昨日はハワイでその前が北海道で、うん、もうそこで今の話聞いた？聞いた。翼を震わせるんだよ、ということはジャンボ機が相当具合悪いってことだよ。それでは、はい、次行ってください。はい、今日はトッカさんからリクエストがあった曲です、はい、いつでも夢を、いきますよ。夢を星より密かに雨より優しくあの子はいつも歌ってる声が聞こえる寂しい胸に涙に濡れたこの胸に言っている言えるお持ちなさいないつでも夢をいつでも夢を星より密かに雨より優しくあの子はいつも歌ってる。やっぱね、吉永小百合さん綺麗だよね。品があって、うん、なんか私あんまり興味なかったんですけど、うん、なんか映画とか見てて、うん、吉永小百合さんの笑顔が綺麗。あ、トカさんとよくでも似てるとこあるとかさ、似てるね、うん、たまにはいいこと言うじゃん。本当に本当のことを ね正直なだけです ね素晴らしい、ね、女だってことわかる一緒だもんな、うん、はい、もうなっちゃん大丈夫笑わないように笑わないように、はい、笑わないように、ね、でも女同士だからね似てるとこありますよ。ね、どうしたか今日のナビゲーター特化さゆりさんです。はい、それでは骨まで愛していきましょう。、ね、昭和42年の曲ですよ、はい、ジョー・タクヤさん。、
骨まで出した当時大流行したんだそうです。どこまでも探し続ける恋ねぐら、傷つき汚れた私でも骨まで骨まで骨まで愛して欲しいのよ。懐かしいな。これがそうですね。もう昭和42年。これを思い出なんだ僕。あ、韓国に行った時にね、はい、歌えだからこれを。千名日伊勢がじおでがじなって覚えて歌ったんですよ。おすごいですね、はい、ここでね、やっぱね、ですからそういう時ってやっぱこう韓国にまで、もうなんつうかね、あの今の北国の春ではないんだけど、そうです、ね、アジア系もう中国だ、すごいですこれもね、そうね、こういう歌もね、素晴らしいことだね、はい、そうですね、はい、今度は、昭和61年、天井越えと書いて、世間では天城越えと呼んでます。天城越え、この曲好き。あら、うん、おなんでよく聞くし、歌うし、紅白すごいかかってますよね。あ、そうですね、特化はあんまり、演歌はあんまりね、特化ちゃんでも、まあ、変わってきたね、特化はね、やっぱりこういう歌が好きだってことはね、やっぱりそばにいる私の、そばにいるからね、これは重圧これでは、はいはい、この重圧耐えられる、ね、頑張ろうね、なっちゃん頑張ってね、なんだよ、ね、それでは参りましょうね。小6一年石川さゆりさんの名曲です。はい、作曲はもちろん源先生です。天城越え、きれない映りがいつしかあなたに染みついた、誰かに取られるくらいならあなたを殺していいですか、ねみだれて隠れ宿つづら折り常連の滝、舞い上がり揺れ落ちる肩の向こうにあなた、山が燃える、何があってももういいの、クラクラ燃える火をくぐり、あなたと越えたい天城越え。すごいね、興奮しね、はい、これ男性歌ってもやっぱりいいな、ね、夏美さんを意識して歌いました。あ、天城越えです。セクハラだ、セクハラ、はい、すみません、やっぱトカちゃんだけ意識して歌いました。さゆりちゃんをね、はい、そういうことで流しの二郎でした。はい、ありがとうございます。いや、今日はなんかちょっとよく耳にする曲が、うん、はい、ね、続いてすごいね、今日はね、またね、でもやっぱりいいな、でこの天井萌えもね、すごいですね。そしてさらに耳にしてる次の曲、はい、次にまたいいね、この曲はね、いいですね、みんなの歌で変えたいってね。そうね、
今度久美子さんが自分のライブでこの歌をメインにして歌そう。久美子さんが歌えるんだから頑張ります。はい、じゃあ次の曲はですね、岡島二郎さんの津軽は俺のふるさと、よろしくお願いします。ふるさとを出てもう何年経ったかな、あの子はどうしてるだろう、お袋は達者かな、帰りたいなふるさと津軽へ、北へ向かった容疑者の笛を耳にするたび泣けてくる、一人東京馴染まぬままに五年の月日が過ぎ去った、帰りたいなふるさとへ、北国へ、津軽津軽は俺のふるさと。どうですか、二郎さん。はい。最近の活動としては。そうですね、ラジオとか、うん、あと、まあ、私の場合、キャンペーンはね、うん、ギターを持って飛び込みで行くんですよ。で、今時ですからカラオケ店なんですけども、はい、結局そのお客さんが歌ってるからね、うん、なかなか当たり具合は悪いですよ。結局入っちゃうとそこのお客さんの歌も全部こう全部止めちゃうしね。だから本当だからさっきヒロミンがこう言って、まあ、本当ヒロミンのようにね、私もそういう積極性が欲しいですけどね。アグレッシブなね、どうじゃん。なんか関係者の皆さん笑ってますけど。何言ってんのって顔しますけど。でも私たちこの間ジロンさん の, トーク番組に、はいはい、お邪魔したんです。本当ですか、はい、やばいでしょ、ファンの一人として、はい、ありがとうございます。ジロンさん大暴走してなかった、大丈夫。もうね、大暴走、素晴らしかったですね。はい、ギターを、ね、もう今日弾きながら、こちらの番組と全然違う顔でしたね。あれ本当に予想行きの顔です。その顔どうしたんだろう ね顔が3つぐらい、あら、ジローさんも使い分け始めた。いやいや、よかったね。、はい、お邪魔したんですよ。久々じゃん。なんていう番組ですか。ジローさんなんていう番組。あれとね、レディーガガ、小岩の音極堂っていう、レコード店を企画した番組 で、ね、クラウンレコードの松永ひとみさんとキングレコードの北川雄二さんが、うん、パーソナリティやる番組で、いわゆる歌謡番組ですね。それではちょっと、北川雄二って福島県の、そうですね、あの方も、うん、まあ、キャリアのある方ですよね。長いですね。源先生のお弟子さんだっておっしゃってましたね。そう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 、うん、2番目の方なんですね。そうなんです。一番有事なんですって、うん、で一番は千葉和夫さんで、そうそうそう、なんです、ね、千葉さんがそうなんだ、はい、そうおっしゃってました。あの人もそうなんだ、では師匠そろそろお時間が、はい、あ、そうですね、今日早いですね、なんか早いですね。来週、あ、もう来月なんですね。そう、次来月、次の放送がですね、10月7日水曜日、10月の7日水曜日ですね、はい、2時からです。皆さんまた2時からですか、はい、どうでしたか今日、夏美ちゃん。夏美ちゃんどうですか、はい、うん、どうでしたか。なんか言いなさいよ、はい、何でもいいから言ってもいいかもしれない。楽しかったです。楽しかったです。無理やりに言ってくれました。ありがとうございます。でも番組をね、うん、だからみんなとこで作ってやってんのよ、うん、だからね、だから
かな、みんなもう達者になってね、うん、自分がリーダーでやってますから、みんなそれずつメロメロになっちゃう我々がね。隅っこの方にいるんだけど、はい、ちょうどいいでしょそれでね、はい、もうそろそろ私たちもあのあれなんですけど、今度は7日で、うん、7日の日はどっかさんも来るんでしょ、うん、行きます、はい、なんだかもうみんな そろそろやみんな休むようなのが多くなってきたからね。そうですかメンバー休む人いるんですから、ね、あ今日きぬこさんが、ね、聞いてこないってね、お仕事忙しいから、あ今日藤子さんがいるんですよ、きぬこさん、きぬこさん、きぬこさん、あのねいい加減名前覚えて、きぬこさん欠席すると名前が変わっちゃう、欠席すると名前が変わっちゃうのね、そうだった、そうだった、そうだった、きぬこさん怒られちゃいます、そう、ちょっと忘れられちゃうから、ね、そうだね、あの方は今日お休みでどっかお出かけになっちゃった、お仕事で、うん、仕事ね、はい、これ夏日どう、これ番組に来て絵を描くってことはどうなの、はい、楽しいのでまた機会があれば絶対やりたいと思います、はい、うん、ずっと来るんだよ今度、ずっと来ます、はい、お願いします、今日お腹空いててダメなんです、それは番組が始まったらやんなきゃならないから、体調整えてきます、はい、じゃあ次回も来てください、お願いします、それでは私の、ね、歌で、はい、道の句物語でお別れでございます、また次回も見てください、10月7日です、よろしくお願いします、さよなら、さよなら、花火が踊るよ野馬追い祭り、ご神器目指して燃え上がり、男の意地で馬群目指してサジン上がる、ああ相馬歴史の道の句物語、坂戸部門の道を歌い継がれてよみがえる、真似はできない生き方だけど武士の誠を本陣山で、馬守りの平、愛する心は原の町、一手違いの勝ち負けよりも男一代人